戦場のバルキュリアシリーズ戦場のバルキュリア戦場のバルキュリアはセガより2008年4月24日に発売されたプレイステーション産業ゲームソフト及びそれを主体とした漫画やアニメーション略称はイクサバル北米版タイトルはバルキュリアクロニクルズシミュレーション RPG にアクションゲームの要素を加えた戦闘システムと 個性的なキャラクターによる戦場での人間ドラマを特徴とした戦場のバルキュリアシリーズの第一作目。ストーリーは帝国と連邦という二つの強力な勢力に挟まれた架空の1930年代のヨーロッパの小国ガリア公国を舞台にしており、現代では失われつつある人と人の絆がメインテーマ。ガリアの陸軍正隊を操作して、 帝国軍を撃退するのが、プレイヤーの役割である。ファミーの読者アンケートでは、ザベストストラテジー RPG for the PS3 に認定されている。北米セガから、マイクロソフト Windows 向けに移植され2014年11月11日に発売された。日本は、発売対象に含まれておらず、英語版の移植で日本語は吹き替えのみサポートしている。 2016年2月10日にプレイステーション4で戦場のバルキュリアリマスターとして発売された。追加コンテンツも収録され、トロフィーにも対応。青木革命のバルキュリアの体験版ダウンロード用コードも付属する。2018年9月27日には、ニンテンドース o s w で戦場のバルキュリア4ニンテンドース o s w が発売予定。追加コンテンツも収録され、 同日発売予定の任天堂スイッチ版、戦場のバルキュリア4には、本作の割引価格購入券ダウンロード番号が、初回特典として封入される。勝利条件と敗北条件の決められた戦闘パートを、こなし、シナリオを進めていく、SRPG である。戦闘は、銃撃が基本であり、戦闘は、SRPG でありながら、移動や、銃撃時は、 TPS アクションゲーム風に進行する、ブリッツというシステムにのっ,とって行われる。プレイヤーは、俯瞰視点でマップを見下ろすコマンドモードで行動する、ユニットを決定、アクションモードにて実際に選択したユニットを操作して、敵を索敵し、敵の位置を把握して行動するのが基本となる。また、回数の許す限り同じユニットを繰り返し、行動させられるので、 敵ユニットを倒し損なっても再度選択することで追加攻撃、離脱までが可能である。ただし、再選択を繰り返すと一度に移動できる距離は減る。また戦闘中は、ユニットとして登場するキャラクターが様々なポテンシャルを発揮し、一定の確率でステータスの向上や体力回復、弾薬の補給などが起きる。味方ユニットの HP が例の状態で、 敵ユニットに接触されたり、規定ターンが経過したりすると、そのユニットは死亡状態となり、死亡したサブキャラクターはその後のミッションで使用することはできない。救出するには HP0 になってから死亡するまでの間に味方ユニットで触れる必要がある。ゲームはガリア戦戦機という本を読み進める形で進行し、この状態はブックモードと呼ばれる。 ガリア戦戦記の物語は本章といくつかの談章で成り立っており、それぞれの章でストーリーを見て、ミッションをクリアし次に進むという形式を取る。本編はクリアしていくことで次のものが自動的に現れるが、談章を見るためにはゲーム中で得た資金を使って購入する必要がある。本の体裁をとっているため、過去のイベントシーンも、 簡単に見ることができるようになっている。本章と断章の他に、兵士のレベルアップや、装備の開発を行う、訓練開発、フリーモードとして、遊撃戦闘、登場人物について記された、人物騒乱、物語に登場する事物について記した、博物騒乱、登場する兵器について記した、兵器騒乱などのタグが、 ストーリーの進行とともに増えていき、利用することができるようになる。二周目のプレイでは、遊撃戦闘に、新たなステージの追加やナイ度ハードの追加といった、要素がある。また、ストーリーが進むと姫に越見できるようになり、歌詞によって、放送武器がもらえることがある。ゲームの一周目をすべてクリアして、クリアデータをロードすることで二周目が、プレイ可能になっており、 二周目では一週目からの引き継ぎや新たな要素がある。ユニットは陛下によって役割で分けられており、原則として、不評、対戦遮蔽、戦車の三組となっている。戦車は不評に C いが、対戦遮蔽を苦手としており、対戦遮蔽は戦車に有効な攻撃ができるが不評には弱く、不評は対戦遮蔽を 一方的に攻撃できるが戦車にはほとんど攻撃が通用しない。戦車は高い防御力と攻撃力を誇るが、背面のラジエーター部分が弱点となっており、そこを戦車砲や対戦車槍の直撃を受けると、ほぼ一撃で破壊されてしまう。また、対戦車兵を含む不評ユニットと違い各ターンごとの自動回復がない。 二両の戦車や不評が持つ装備と被服を強化したい場合は戦闘や遊撃戦闘で得た資金を開発に投入する。戦車はそれ自体の性能向上のほか防御力や命中精度を補ったり、榴弾灯祭数を増やす補助パーツの開発もあり、送料に収まる範囲内でパーツを装着できる。戦車のパーツや不評の下記は開発だけでなく、 敵から露格することで得ることもある。進む歴という架空の記念法が用いられる、架空のヨーロッパが舞台で、その中の小国、ガリア公国が物語の中心。進む歴は、バルキュリアと呼ばれる超人的な民族が、ダルクスと呼ばれる民族を打ち倒したとされる年を起源としており、純血種が残っていないこともあって、作品舞台となる1930年代で、 バルキュリア人は、伝説や神話、おとぎ話の存在となっている。その一方で、ダルクス人は、被差別民として存在し続けており、作中にも、幾人かのダルクス人が登場する。このほか本作の象徴的に登場する架空の植物として、粉雪層がある。この世界では、ラグナイトと呼ばれる、鉱物資源があらゆるエネルギー資源として使われており、 ガリア公国はラグナイトの産出国であることを要因に戦争に巻き込まれている。現実世界と比べて航空戦力の発達が遅れており、戦場でもラグナイトを動力とした戦車が主力である。この他登場する兵器としては、ライフル、突撃銃、火炎放射器、スナイパーライフル、グレネード、ライフルグレネードなどがある。 この世界独自の兵器としては対戦車槍と呼ばれる、ランス状の外観を持つ対戦車砲があり、ゲーム上ではこの対戦車槍を持つ対戦車兵で、戦車に対抗する。物語は、戦争を戦うために、ガリアの義勇軍として編成された正体を中心に展開する。物語の中心はその正体の隊長となる、主人公のウェルキン・ギュンターとアリシア・メルキオット。 ウェルキンが率いる第7小隊にはこの他、ウェルキンの義理の妹で、ダルクス人のイサラ、ダルクス人に差別意識のある、ロージー、コさんゆえに、軍務経験のないウェルキンに会議的なラルゴなど、元民間人を含む20人がいる。作中では、このサブキャラクター約50人全員に、個々の人物像や、戦後の暮らしまでこと細かな設定が存在し、また、 各キャラクターの入隊、除隊、死亡、非回復、衛生兵用性のセリフまで大量に用意されている。戦場では、ウェルキンは、戦車長兼砲手を務め、イサラのジップテーマー技師が開発し、ギュンター将軍が使用した戦車エーデル・ワイス号に登場する。この他、主に、イベントシーンに登場するキャラクターとしては、 ウェルキンの上官にあたるエレノア・バーロットや第一、正体の隊長で、ウェルキンの友人、ファルディオ・ランツートがいる。対する敵国の東ヨーロッパ帝国連合の総司令官には、帝国の巡航大使、マクシミリアンがおり、幕僚にバルキュリア人のセルベリア、帝国に併合された、小王国出身の将軍、イエーガー、帝国史上主義者のグレゴールがおり、 第七招待はこの帝国軍の部隊と戦っていくこととなる。色彩はガリアの軍服が水色ベースなのに対し帝国側は黒の軍服となっている。進む歴1935年、先制君主国家、東ヨーロッパ帝国連合と共和制連邦国家、大西洋連邦機構との間に第二次ヨーロッパ大戦が勃発。そして、 両国に挟まれた武装中立国である小国、ガリア公国も戦火に巻き込まれていく。ガリア公国は燃料や兵器、治療目的で使われる鉱物資源、ラグナイトを豊富に産出するため、連邦との戦争を優位に進めることを目論む、帝国に侵攻されることとなり、後にガリア戦線と呼ばれる戦いが幕を上げる。武装中立国のガリア公国には、 国民開閉制度という一種の徴兵制があり、有事の際には、ガリアの15歳以上の民間人は必要に応じ、義勇軍として徴兵される。本作では、ガリア広告義勇軍第3中隊第7小隊が、軍事進行を進める東ヨーロッパ帝国連合の、司令官マクシミリアンを打ち倒すまでを描いている。また作中においては、ガリア戦線機の著者、 イレーヌ・コラーによって物語形式で語られている。本作のプロデューサーを務めた野中龍太郎とチーフプロデューサーの西野明によると、構想は発売の4.5年前からあり、もともとはプレイステーションに向けの企画であった。その時からすでにキャラクター原案の本城ライターや音楽を担当した先本人志とはコンタクトを取っていた。その後、2005年に、 主要スタッフが集まり、本格的な開発が始まったのは2007年だと、野中は語っている。開発スタッフは、桜大戦シリーズを制作した、旧オーバーワークスもともとこの開発チームは、ストーリー性を持つタイトルを手掛けており、新たに強いドラマ性を持つタイトルを作ろうと考えた、結果、人の絆が、最も強く描かれる舞台として戦場が選ばれた。 しかし、戦争ものに対して苦手意識のあるユーザーにも抵抗がないように、舞台背景は架空のヨーロッパとして設定され、作風にはファンタジーの要素が加えられている。キャラクターゲガンには本城ライタが起用されているが、スタッフによるとこれはミリタリー面での機能性を持たせつつ、フィクションとしての嘘も描くことのできる人物を選んだ結果である。レトロ感を出すために、 作中の軍服は第一次世界大戦時の軍服を参考にデザインがなされている。グラフィックエンジンにはキャンバスという水彩画風のイラストが動いているかのような表現方法ができるものを採用している。このキャンバスは各線から色がはみ出たり遠くにあるものは両線がかすんだり輪郭が歪んだりするもので 写実的な CG を用いた作品とは全く別のテイストを醸し出している。制作途中に新世代ハードの PS3 が登場したことにより映像表現力が上がり、キャンバスの完成に至った。キャンバスを開発したのは、セガの画面表現を研究しているチームで、そのチームの研究が本作で使えるのではないかと考えた結果セガ社内で検討され、 キャンバスが採用された。余談だが、制作チームが同じであるため、エターナルアルカディアの主人公、バイスとヒロインアイカも、志願兵として、ファイナが衛星兵として本作に登場している。なおサブキャラクターは、本作の声優が兼任しており、バイスの声優も、関とも数ではなくなっている。なお、本作の最初のタイトルは、戦場のワルキューレであったが、ナムコが、 かつて発売していたファミリーコンピュータ用ゲームワルキューレの冒険が存在していた都合で変更された経緯がある。主題歌はジュジュのどんなに遠くても。また、作中では挿入歌としてロージーを演じる豊口恵が歌う受け継がれる思いが流れるほか、ジュジュが歌うどんなに遠くてもが主題歌としてオープニングやエンディングで流れる。音楽は 先本人志が担当しており、軍隊を連想させるマーチ的なリズムやトランペットのソロを入れつつ、ファンタジー感のある仕上がりとなったと、野中は語っている。演奏は、エミネンス公共楽団によるフルオーケストラである。2008年の売り上げ数は、約15万本に達し、発売から約1年後の2009年3月5日に、連歌版が発売された。連歌版は、 有料 DLC である、イーディ文体大作戦。が、最初から同梱されている。通常版と異なり、ゲーム中の XMB に対応している。廉価版の売り上げは、約8万本に達し、日本国外においては、売り上げが400%に達した。日本語版公式サイト中のオフィシャルブログ、人中日誌では、サブキャラクターのイーディ・ネルソンとホーマー・ピエローニの二人が、 コント風のブログを手掛けており、ダウンロードコンテンツ、イーディ文体大作戦では、イーディやホーマーラサブキャラクターを中心とした、追加談笑の配信もされている。このイーディに限って言えば、俗に言う、スンデレキャラクターであったこともあり、全登場人物の中でもセルベリアと、並び最高クラスの人気を誇り50名もいる、サブキャラクターの一人でありながら、 ワンダーグル特別予約購入特典の B2 型タペストリーにいてメインヒロインであるアリシアよりなぜか前に出てポーズを決めるなどスタッフからも愛されサブキャラクターとしては破格の扱いを受けている宣伝の一環として毎日一緒のドロステーションとのコラボレーションも行われておりトロやクロも ED 分隊の隊員に任命された2周年記念24時間マラソンにも イーディ・ネルソンがゲスト出演し2008年12月31日にプレゼントされることになったポスターリクエストの2択アンケートにてアリシアを打ち破りイーディのポスターが配布されたアリシアのポスターはドロステーション第888回で配布されたプレイステーションストアにて追加エピソードや遊撃戦闘の最高難易度ハード EX などをダウンロードできる 追加コンテンツが配信されている。PS4 版、リマスターでは収録される。本作の発売後、プレイステーションポータブルにプラットフォームを移して、続編の、戦場のバルキュリア2が2010年に、戦場のバルキュリア3が2011年に発売された。余談だが本作は、E3-2008 の視野、プレスカンファレンスで、 PSP 用タイトルとして発表されるというハプニングがあった。日本のゲームメディアからはファミ通クロスレビューでの40点満点中34点ゴールド電動入りをはじめ電撃オンラインのユーザーアンケートでは2008年1月から6月の上半期に購入した最も面白かったソフトの項目でモンスターハンターポータブルセカンド G メタルギアソリッド4 スマッシュブラザーズ X といったビッグタイトルに続き4位という評価を得た。映画監督の押井守も本作をプレイしており、人の死を描いた高派な作品。王道的アニメの世界であり、風の谷のナウシカの原作版のような印象を持った、と評価した。日本国外では、米国イグノで9、10、5、イグノで9.1、10を、 獲得、近10年間のセガで、最良の RPG かアニメと水彩画を融合させた美しく、特徴的な画風、既存ジャンルに収まらない斬新なスタイルがまさに、傑作たるゆえんであるなどと評され、PlayStation 3ストラテジーゲームオブ2008を獲得する。ゲームファンでは、ゲームオブザイヤーに匹敵する最良の PS3 タイトルと称され、 ゲームスポットではベストアーティスティックグラフィックスオブ2008をゲームスパイではベストオリジナルサウンドトラック2008及びスト,ーー200ス,ト200ストラテジーゲームオブザイヤー 2008VG チャーツではベストジャパニーズロールプレイングゲーム2008とストラテジーゲームオブザイヤー2008とベストゲームノーアンプレード2008の3つを獲得するまたゲームトレーラーズではベストロール プレイングゲーム2008にノミネートされ、ゲーミングターゲットでは2008年以後もプレイしているであろう40タイトルに選ばれる。各ゲームレビュー雑誌、サイトの評点は GI8.5、10、GSPOT 8.5、10、GT9.1、10、GS8.5、10、Z プレ p l a y 4 5、GLAYN87、MC87、MA、 ゲーマー AVB 以上であった。2010年には、プレイステーション3史上最高のシミュレーション RPG としてギネスワールドで構図に認定された。発売後メディアミックスを推し進め、コミックやアニメも制作された。物語の大筋は同じだが細部は異なり、それぞれ楽しむことができるようになっている。ゲームではできなかった。 サブキャラクターにも焦点が当たるように作られている。戦場のバルキュリアのタイトルで2009年4月より東京 MX 他独立 UHF 局を中心に放送されたハイビジョン制作全26話。制作はアニュプレックス。物語の設定面ではドラマにおけるリアリティを出すため柔軟に対応している。DVD には 映像特典として SD キャラとなったメインキャラクターたちの私生活を描くミニアニメ1000バル劇場が追加されている。制作2008年5月に a 1ピクチャーズ側から連絡が入りテレビアニメ化の企画が始動した。開発人ももともとメディアミックス化を目指していたが当初これほど早くテレビアニメ化に向けて動き出すとは予想されておらず、 ゲーム版の発売からわずか1ヶ月後に実績を持つ a 1ピクチャーズからの連絡は驚きと共に迎えられた。物語の本筋は変わらないが、ガリア戦線機とは異なる視点かつテレビアニメ版、独自の解釈で進めていくとされ、ゲーム中で十分に描ききれなかった人間性をより掘り下げるエピソードを盛り込みながら、ウェルキンたちの日常や、 帝国側の新たな一面も描かれており、生活感なども増している。仲間たちやウェルキンとアリシアの絆が結ばれていく、過程を表現するため、物語の形成に比重を置く代わりに、序盤の戦闘シーンは大幅に削り、一部の主要人物の性格を変更したり、オリジナルキャラクターを登場させるなど、端しの設定が変更されている。作品の全体像は、 恋愛を45%、戦闘パートを25%、仲間たちとの話を30%程度とし、戦闘中も含めて、恋愛の要素は全体的に振り分けている。ゲーム版と異なりキャンバスは使われず、一般的なアニメと同じ手法で制作されている。影の部分には、エフェクト処理による射線が入るなど、イラスト調のデジタル彩色を施している。 絵の線は動かす必要からよりシンプルになったが、キャラクター原案の本庄ライターはインタビューで、線は少なくなっているが、動くとかっこよいと評価しており、自分の絵では、線が多すぎるので、アニメには向かないと謝罪した。これに対し、テレビアニメ版のキャラクターデザインを手掛けた、渡辺敦子は、本庄の絵で描きたいが、元の絵で動かそうとすると、スタッフに死人が出ると、 冗談混じりに返答した。スタッフ主題歌書きのほかゲーム版主題歌の、どんなに遠くても、も、挿入歌として使用されている。各ワリスト映像特典 DVD 各館に収録された、約3分の映像特典。全員9話。SD を混ぜつつキャラクターたちの私生活をコミカルに描く、ミニアニメであり、ほとんどのエピソードで、セルベリアがオチに使われている。 放送局戦場のバルキュリア GBS 第7招待文局アニメート TV 内にてウェブラジオとして2009年4月7日から2009年12月8日まで配信された全18回また配信に先立ち番組宣伝用の第0回が3月17日に配信された各週火曜日更新パーソナリティは ウェルキン役の千葉新保とイディ役のカノユイ。ラジオドラマ人中日誌に、ホーマー役の正治梅香メールが読まれると、ガリア軍の階級が与えられ、採用されるごとに1階級ずつは上がっていく。リスナーの能力自慢コーナー、第7招待隊員募集で取り上げられると、内容から判定して、合格すると第7招待の隊員に任命される。稀に、 マイナスの能力も読まれる。アニメート TV サイト上では、ウェルキンの判定と書かれているが、実際には、カノユイの独断で決められている。戦場のラジキュリア温泉内にて、ウェブラジオとして2013年4月24日から、配信。各週水曜日更新。また、プレ放送の、第0回が4月10日に配信された。戦場のバルキュリアシリーズ。 戦場のバルキュリアデュエルのイベントやアップデートなどの最新情報を及びオリジナルミニドラマパーソナリティのトークで番組を構成。第17回より番組がリニューアル。各当番パーソナリティに焦点を当てたコーナーで番組を構成。2015年3月18日に番組終了。総合公式ゲームテレビアニメ戦場のバルキュリア。 ウィッシュイワスマイルマイナスに関するカテゴリー、ありがとうございます。